サングレーザーは日本の競争は主な勝ち倉は2018年の札幌記念、マイラーズカップ、2017年のスワンステイクス。場名の意味は太陽の近くをかすめるように通る彗星。2014年1月13日に北海道阿比町の追い分けファームで誕生。一口場主法人 G1 サラブレッドクラブより総額4000万円で募集され、 おいわけファームリリーバレーの孔の吉大級者で育成された。立党、浅見周一級者に入級し、2歳7月にデビューを果たすも、初戦は3着に敗れる。2戦目で、後の2歳王者、里のアレスを破って初勝利を挙げ、デイリーハイ2歳ステークスで3着に入るなど、2歳時から素質を示していたが、その後は足踏みが続き、2勝目を挙げたのは3歳の5月に、 なってからであった。この勝利を皮切りに、怒涛の4連勝で、スワンステークスを制覇する。初の GI 出走となった、マイルチャンピオンシップでも、金差の3着に入り、福永雄一は、夏まで条件場だったことを考えると大健闘でしょう。来年が楽しみですと期待を示した。4歳初戦のマイラーズカップでは、 直線で一気に据え、足を伸ばし、2014年にワールドエースが記録した、コースレコードを0.1更新する1、31.3の勝ち時計で、重賞2勝目を挙げる。安城の福永も、思った以上に成長していましたねと舌を巻いた。しかし、春の最大目標であった、安田記念では、外枠から、なし崩し的に足を使わされ、5着に敗れた。 人営は次前に2歳グレイライの2000メートルとなる札幌記念を選択。レースでは4コーナーから直線にかけて進路がなくなる場面があったが、わずかに生まれたスペースをついて伸び、一番人気のマカヒキを花さ下して3度目の重傷制覇を果たした。天皇賞では主戦の福永がビブロスに起乗するためジョアン・モレーラが手綱を取った。道中は中断を追走し、 直線は、大外を追い込んで勝ち馬、レイドロから一馬進1、4差の2着に入った。香港カップにも、モレーラとのコンビで挑み、2番人気に支持されたが、直線で伸びあぐねて4着に終わる。2019年安田記念パドック2019年の、指導戦となった大阪杯には、フィリップ・ミナリクとのコンビで出走。しかし、 全く良いところがなく自震初の2桁着順となる12着に大敗。岩田康生に乗り換わった第69回、安田記念は中段の位を追走し、上がり3回32秒9の足で追い込むも2年連続の5着に終わった。連覇がかかった札幌記念では3番手のうちのポジションを確保し、直線入り口で先頭に立ったが、ゴール前でブラストワンピースに、 首さかわされて2着に赤敗した。レース後の8月26日に、手指骨人体の炎症が判明し、治療のため長期休養に入っていたが、回復のめどが立たず、現役を引退することになった。2020年9月10日付で競争場登録を抹消、引退後は、北海道ニーカップ郡ーカップ町の優秀スタリオンステーションで種ぼばりする。以下の内容は、 netkeiba.com の情報に基づくありがとうございます。